ございます。クルーズソフトの自動車ニュースここ掘れ11ということで、今日はね、先週の土曜日に、車が納車になったので、そのことをねちょっと簡単に紹介の動画をちょっと軽く作ったので、そちらを見ていただこうかなと思います。まあ、今回、新しいアルファードに、同じ30の後期型のアルファードから同じ後期のアルファードに乗り換えたんですけども、一部改良前の車体から一部改良後の車体に乗り換えたので、若干の変更があるんですよね。例えばハイブリッドの接近音ですか、ピヨヨヨヨとかっていうようなダース・ベイダーがホーっていうような、ああいうこのハイブリッドの音ありますよね。あれが私が前乗ってたアルファードは消せたんですよね。接近音消せたんですけども、そこから国交省の法規が変わりまして接近音消せなくなってしまったので、結構露骨にハイブリッドになってますよって、要はバッテリーで動いてるとき、エンジンの音が聞こえないので接近するのね、気づかないと困るからって、結構ね音がするなっていうのとか、あとステアリングとか、走り的にはすごく良くなったので、熟成された感じをね受けました。というわけで、今簡単な動画なんですけどね、ちょっと見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、クルーズソフトです。ね、今日はね、ちょっと今車最後なわけでちょっと乗ってまして、今どんな風になってるかっていうと、ナビがねこんな感じ、今日雨降っててさ、今日納車なんだけども、ナビがねちょっとこういう風にちっちゃかったの、すごく。この車を買うときね、やっぱりこうこれから会社を設立し、で車を法人でね、初めてこう法人契約で車を買うにあたり、どのぐらいまでその車に経費をかけていいものなのかと、いろんな分かんない中ね買った車なもんで、こうせっかくアルファードねこうインパレでかいんだけども、こうナビがねこうさらにちっちゃいね、1回目このここになんかアタッチメントが入ってるんだよね。で7インチのナビって、でもこれでもね、これなんで NSZT-W68T ってやつなんだけど、これでも15、6万したんだと思う、15万何がしかだったと思うんだけども、とにかく小さいナビで、このナビゲーションをね何とか変えたいなっていうのが、今回の車の購入するね入れ替えの発端で、この車が、今日で、お別れということでございます。良かったんだけど、すごくね走行距離もすごい短い、1万1249キロということで、全然走ってない、1年半ぐらい乗った車で、ガソリンも半分残ったままね入れ替えになってしまうんだけども、この車のねこう景色ね、あそこに見えるね補助ミラーも見えますけども、これがなくなりますよと、一体このインパネがどうなるのかっていうところもね楽しみにしたですね。これね後付けしたの、この後付けしてこういうのもつけてね、これ2000円ぐらいだったかな、なんかここ普通サクッパカッて開いてるんだよね、ここね。だけどそれじゃかっこ悪いなと思って入れたりしたんだけども、さあこの車がねどう入れ替わるかっていうのをね、楽しみに、納車に行きたいと思います。無事に納車式が終わりました。走行距離もまだ18キロ、ね、まだ新しい車のまんまです。さっきガソリン満タンにして、燃費が 10.9 キロで、こんなもんかなというところで、ナビがね、ものすごい大きいですよと、すごいね、これは見た目以上にこう、なんちゅうのかな、満足感が高いね、すごい。T コネクトとかのこのメニューもものすごく綺麗で、でかくて。でさらには前の方にね、角もなくなりましたよということで、これはとてもこのメーカーオプションナビや満足度が高いね、すごい高かったですけどね、72万ぐらいしましたけども、いいねと思いました。何気にこのボリュームがね、このボタンじゃなくてこのつまみっていうのが結構使い勝手いいかもしれないというふうに思いました。まだまだ慣れてないんだけどね、これから楽しいカーライフしていきたいと思います。ということでございました。この車ね、まだコーティングをかけてなくて、キーパーコーティング、来週か再来週にはかけに行きたいなと思っております。なので大事にね、次の新型アルファードが出るときには、乗り換えれるように仕事も頑張って、今の車も大事にね、して、カーライフ過ごしていきたいと思っております。それでは本日もいってらっしゃい。